この一戦で頂点が決まる。スタート。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気6番成田単身、ミホノブルボン快調に飛ばしていきます。先頭はミホノブルボン単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は桜千代の王ヤマインゼハー、並んできた4馬身差。8番第1ルビー、外から外から9番第1ルビー、そのうち並んで7番第1ルビー、6番成田単身、並んできた7番第1ルビー、落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。依然先頭はミホノブルボン、続きました桜千代の王ヤマインゼハー、3番手大欅を越え4コーナーへ。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。じりじり詰める桜千代の王、6番成田大臣、まだ抑えたままだ。最後のコーナー最初に駆け抜けてきたのはミホノブルボン、6番成田大臣、一旦栄光まで4匹飛び込んできた6番成田大臣。先頭はミホノブルボン、変わらない。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ、残り200、並んでくる6番成田大臣。ここで先頭に立ったヤマニンズハー、6番マリンナ大臣、助けてゴール。優勝は6番成田大臣、優秀たるその走りでマイラーの頂点に輝きました。自分さえ見えなくて、あの時の眼差しをその